드디어 2019년 9월 9일 생방송 뮤지스타 방송국 한국 출시 기념 방송이 방송되었습니다. 역시 토크 방송으로 끝난가 했지만 자기소개가 끝난 후 와카코 누님이 직접 하나하나 짚어주면서 해명을 해주셨습니다. 해명 영상 한번 보시죠. 오늘 시간을 いただいちゃって恐縮なんですが、今回ね、8月の30日にリリースをさせていただきまして、皆さんには翻訳に関してコメントをいただいて本当にありがとうございます。で、順次翻訳を修正していくっていうお伝えしてたんですけれども、ちょっとリリースの時にはまだ皆さんの目に触れる部分で、ちょっと修正が反映されてなかったところがありまして、楽しみにしてたプロデューサーさんにはがっかりさせてしまったこと、そしてお待たせしていることを本当に申し訳ないなと思ってます。で、本日のはですね、もう正直にありのまま、どの部分を翻訳するか修正するかっていうのをお伝えしたいと思ってます。で、近日翻訳のアップデートをする内容をちょっと本日発表したいと思います。で、修正したいと思っている表現がもう一つ一つ挙げていきますが、まずは劇場という表現。 今公演上というふうになってますが、こちらは劇場と修正させていただく予定です。あとはアミマミのプロデューサーの呼び方、こちらも兄ちゃんにちゃんと修正させていただきたいと思ってます。あとは玉木のプロデューサーの呼び方も親分と日本では呼んでますけども、そちらも日本に準拠した形に修正したいと思っています。 さらにですね、風花さんだったりとか、あとリオネーのセリフの一部っていうところもオリジナルの表現に近い形に修正しようと思ってます。で、あとは桃子のプロデューサーの呼び方もお兄ちゃんに修正する予定です。あとは祭り、好みのセリフの一部といったところもオリジナル表現に近い形に修正したいと思ってます。あとはですね、アイドルの趣味の一部もちょっと表現違うんじゃないかっていうコメントをいただいたんですが、そこに関しても皆様にいただいた修正をしたいなと思ってます。 で、順次ゲーム内に修正したワードを取り込んでいきたいと思っていますが、近日中にアップデートで取り込める範囲としては、まずは劇場での各部屋でのアイドルとの触れ合いのセリフといったところと、あとアイドルとのお仕事の部分のセリフ、そしてカードに伴うアイドルのセリフといったところを修正しようと思ってます。ただ、誕生日の演出だったりとか、スペシャルの演出、あとはそうシステム表現、あとはチュートリアルですね、のところに関してはちょっとまだ修正ができてない、 といったところです。メインコミとかイベントコミに関してももう少し修正に時間がかかりそうかなと思ってます。こちらは9月以降順次対応していきたいと思ってますので、皆さんにはもう少しお待ちいただきたいと思ってます。で、修正ワークまで順次対応していきますので、皆さんにはちょっとまだ修正されてないと思うところ、目に触れることが多いと思うんですけれども、ここはもう皆さんの 意見をちゃんと踏まえてチームとしては修正していきたいと思ってますので、ぜひこれからもチームで相談していきながら全力で実装していけるよう頑張っていきたいと思いますので、ぜひご理解いただければと思います。たくさんのコメント本当にありがとうございました。이런 식으로 구체적으로 어디가 문제인지, 어딜 어떻게 고치겠다 언급과 국내 유저들의 문의를 최대한 반영해서 고치겠다고 언급하셨습니다. 그것도 방송 초기부터 말이죠. 와카코 씨도 이 사태를 보통 심각한 문제로 본 게 아닌 모양입니다. 근데 이거 7월 방송에서도 들었던 이야기라 그다지 믿음이 가지 않네요. 그렇게 말하고 나온 게임이 이 모양이니. 그래도 이번에는 저번 방송하고 다르게 고치겠다라고 흘려 말한 것이 아닌 어디가 문제인지 뭐가 문제인지 하나하나 짚어주셨습니다. 여태 방송을 넘어 일본 측에서는 이런 식의 해명이 거의 없었는데 거의 최초로 방송 초반부터 템포를 탄 모습을 보여줬으니 기다려는 봐야겠죠? 하지만 또 다른 문제인 금치거라든지 50연차라든지 그 부분은 언급이 없습니다. 금치거 문제는 반남코 문제로 봐야 하는 게 반남코 게임들도 같은 문제가 있다고 하더군요. 이건 한국 쪽 문제이니 그쪽에서도 뭐라 대처는 못할 것 같고 50연은 앞으로 우리가 이런 실수를 하면 이만큼 보상을 할 수 있다라는 문을 열어뒀다고 봐야 할지 이것도 따로 해명이 있었으면 했는데 없네요. 이번 번역 해명으로 한국 서버는 산소 호흡기가 달린 상황입니다. 문제 언급은 했지만 정확히 언제 수정이 이루어진다는 언급이 없었기에 이 부분은 당분간 지켜봐야 할 문제이고 금치거는 뭐 이쪽 문제라고 해도 50여는 해명이 없으니 앞으로 어떻게 흘러갈지 불안해지네요. 진짜 잘 좀 해주었으면 좋겠습니다. 마지막으로 귀여운 와카쿠 누나 보고 마치도록 하겠습니다. ミリスタプロデューサーの川中こと